駅前の広場にポツリ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 ,ポツリと人がやってきたすると皆足元にカメラを向け始めたぞ何を撮ったのか見せていただくとお駅舎が上下対称に写っているこれって一体雨上がりで自然にたまった水たまりで反射を使って撮る。 駅前広場の水たまりに映る東京駅いやーこれは確かに幻想的だなこちらの女性はスマホのカメラでパチリッと皆さんが狙っていたのはこの風景だったんです携帯を使ってもこんなにきれいに撮れるんだなと思ってびっくりしましたこれ,これ 水や鏡などの反射を利用して撮影するリフレクションという手法でして、有名なところでは湖に映る逆さ富士。これもその技法を使ったもの。雨上がりの幻想的な東京駅。普段は避けちゃう水たまりもちょっと足を止めて覗き込めば新たな発見があるかも。